これから、ツイスティングダブルマウンテンクライマーのご説明をします。スライドの方は2枚ご用意ください。プッシュアップの状態からそれぞれの足の下にスライダーを置いていきます。で、置く位置は、母子球が中央に来るようにした方がやりやすいと思います。で、足のスタンスは、なるべく開かないでください。もうほぼくっつけるような形で構いません。ここから、なるべく上半身の位置を保ちながらツイストさせながら足を寄せていきます。なるべく上半身の位置を保ちながらツイストさせて足を寄せる。1 2 3 4。これがツイスティングダブルマウンテンクライマーです。